前兆の霧に一番いい原稿です。まあ、僕は 3.1 の地震をきっかけにこっち戻ってきたわけなんですけど、でその前は実は特殊メイク、ヘアメイクやっててですね、まあ魚とは全然関係ない世界におったんですね。こっちに帰ってきたら何が起こったかというと、ここら辺の周りもなんか赤い札がいろいろあって差し押さえみたいな形でですね、ここも全部なかったような状態を、で最初現金も何もない状態でどうしたらいいかっていう話を朝一をやったんですよ。でその朝一でまずはいっぱい売って現金を作って、その現金から始めました。この地域でいうとイワシ網で利益を出していかなければですね、生きていけないというのが分かってたので、まあ、メインを頑張ろうということで、まあ、そこからまあ踏ん張って頑張ったところですね。選びます。でこっちが例の着物の本体で、和歌山の着物の特徴は、まあ、フォアグラにそっくりなんです。こんなに美味しい肝があるのかと感動しました。アンモニア臭がするとか、その加工がすごく難しい魚なんですね。その技術顧問に教えていただいてですね、エイの干物という形で、まあ、市場に流れたりとか、まあ、市場に流れたりしてます。で、まあ、あともう一つは肝というところは独占で、まあ、ある場所に全部何十と何秒と買い取ってあげるよという話で買い取ってもらっている状況で、で今後ですね、今上海とかそっちの貿易関係、いわゆる海外への貿易を今考えています。いわゆる加工漁師でここの1産業2産業の会話をしつつ、その我々の海の中でどういうことを5年後10年を目指すかという、まあ、瀬戸内海のルールと法を我々に作りたいなと思っています。小田さんにとって瀬戸内海とはどういう存在ですか？まあ、家族ですよね。家族、はい、生きるためには、まあ、僕は一緒に生きて、まあ、死ぬ時も一緒にこの地域で一緒に死んでいくような形で生きたいなと思っています。